ヨアキム・ジョンヨアヒム・ユンクは、ドイツの哲学者、博物学者である。ヨハネス・ケップラーや、ルネ・デカルトと、同時代の学者で、旧来の物質が4元素から構成されるという、思想や錬金術による物質の変換などを否定する、著作を残した。植物分類学の分野では、植物の構造による、分類の考え方を示した先駆者とされる。リューベックで生まれた。 1606年から1608年の間、リューベック大学で刑事上学を学んだ後、ロストック大学で学び、1609年に数学の教授資格を得た。1616 16年にロストック大学で医学を学び始め、1619年にパドバ大学で医師の資格を得た。1624年からロストック大学で数学を教え、1626年から、 ヘルムシュテット大学で医学を教えた。1629年にハンブルクに移り、ヨハネウム学院やアカデミシャズ・ギムラジウムで博物学を教えた。1623年にイタリア以外のヨーロッパで最初の学会、サキータス・イラウネティカ・サイブ・ザテティカを創立した。主張はドキソスクピアとイサゴゲ・ファイトスコピカで没後に弟子たちによって出版された。 植物学の分野の思想は時代に先行したもので、ジョン・レイやカール・フォン・リンネに影響を与えたとされる。数学の分野では、カテナリー曲線が放物線でないことを示した。ジョンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨアヒム・ユンクを示すのに使われる。ありがとうございます。